皆様こんばんは。そして皆様お元気ですか？ペルシアンでございます。今回の夕食はですね、うどんを作りましたね。本当はね、焼きうどん作ろうと思ったんですけどね、ちょっとウェーパーがあるのでね、ちょっとね、こういう風に汁、少し汁入れたね、汁ありうどんですね、を作りました。で、長ネギとピーマンと人参と、ね、玉ねぎで、あとは鶏もも肉を入れてね、あとは皆様ご想像の通り、あのウェーパーのスープで泳がしてね、うどんです。うどんができました。ちょっと話がちょっと詰まってしまいまして、すいませんでした。で、今回はね、休館日でございます。と言ってもですね、休館日にせざるを得なかったんですよ。親父が、飲んでしまって、焼酎を飲んでしまって、今ないです。でもね、明日ね、ビールが届きますのでね、それがね、私にとって非常に楽しみでございます。で、それを食べて、明日もね、お仕事なので、ね、英気を備えて、明日も頑張りたいと思います。皆様もね、明日もね、お仕事を頑張ってください。お休みの方もいらっしゃると思いますが、ね、体調を整えてください。以上でございます。大変ね、短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。ペルシアンでした。